ライダーの聖地といわれる阿蘇。 WebTV 阿蘇では阿蘇を訪れるライダーさんたちのための情報を定期的にお届けしていきます。まず第1回となる今回は、連休の時にだけオープンするバイカーに大人気の朝ごはんスポットと、阿蘇を訪れる時に便利なライブカメラサイト、そして8月24、25日に阿蘇山上で開かれるバイカーのためのイベント情報をお伝えします。お盆休みも終盤の8月17日土曜日早朝に、阿蘇市にある手作りハムソーセージのお店ひばり工房にお邪魔しました。なんとこちらはドイツの食肉コンテストで金賞を受賞。敷地内にはそのソーセージを使った美味しいホットドッグなどを阿蘇の絶景とともに楽しめるひばりカフェ、焼きたてベーコンやソーセージ、ステーキやハンバーグをいただけるひばりグリルが併設されています。今回のお目当てはお盆休みの8月10日から18日までの朝6時から9時限定でオープンしていたグリルブレックファースト。これまでゴールデンウィークだけの開催でしたが、大好評のため夏休みにもオープンすることになったそうです。メニューはベーコンエッグとフレンチトーストの2種類。オーナーの池田さんがバイク好きということもあり、たくさんのバイカーが訪れていました。少し先になりますが、来年のゴールデンウィークはひばり工房で朝ごはんはいかがでしょうか。多くのバイカーを魅了する阿蘇、この阿蘇を訪れる前にぜひチェックしていただきたいサイトをご紹介します。まずは阿蘇地域アクセスルートマップです。阿蘇地域は2016年の熊本地震で被害を受け、国道57号をはじめいくつかの道路が通行不可となっています。この阿蘇地域アクセスルートマップは阿蘇地域への通行可能なアクセスルートが紹介してありますので、ぜひ目的地に合わせてご活用ください。そして気になるのは現地の天候と道路の混み具合ですよね。この熊本河川国道事務所サイトでは、ミルクロードや国道57号に設置されたカメラでリアルタイムで道路の様子を確認することができます。また WebTV 阿蘇のライブカメラでは、北外輪山から阿蘇五岳を望む景観を見ることができます。現地のリアルタイムの天候チェックや雲海シーズンには雲海が出ているかも確認できますので、ぜひご活用ください。最後にイベント情報です。2019年8月24、25の2日間草千里19が開催されます。10年に一度草千里駐車場に集まったバイカーたちを撮影、それを一冊の写真集に仕上げるというものです。この催しには事前にエントリーした方しか入場できませんが、そこから山上に上がった山上広場では誰でも楽しめる草千里19山上マルシェが開催されます。阿蘇の人気店舗22店舗の出店や、そのお店で500円以上のお買い物をするともらえる撮影券、他にもバイクの展示などが行われます。バイカーの皆さんはもちろん、バイカーでなくても楽しめるイベントですので、ぜひ皆さんでお出かけください。